さはといいう落こんにちはチョンラクタイというでございます今回もご覧いただきまして誠にありがとうございます。年末年始にタイへ行く航空券シリーズ、今回は東京からプーケットへの航空券を紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。タイ国際航空のプーケット直行便が廃止されて以来、日本からプーケットへは現在直行便は運行されておりません。ですからプーケットへ行く場合は、 必ずどこかで1回以上乗り継ぎをしないといけません。最もオーソドックスなのは、まずバンコクへ行き、バンコクからタイ国内線に乗り換えてプーケットへ行くという方法です。しかしながら、東南アジア、東アジアの主要都市からは、プーケット直行便がたくさん飛んでおります。したがって、日本からプーケットへは、バンコク以外にも1回乗り継ぎで行けるルートというのがたくさん存在します。 今回はこれらの中からこの年末年始比較的安くて便利な航空券を紹介させていただきます他の区間の紹介動画と同様乗り継ぎ地点で宿泊が必要となる航空券については省かせていただいておりますなお調査した日時は11月の29日午後3時前後のものですまず基本的となる万国乗り継ぎ対国際航空の料金です タイ国際航空の公式サイトではご覧のように空席さえあれば14万円前後という金額が出ておりますタイ国際航空でプーケットなどタイ国内線に乗り継ぐ場合の注意点ですが先日投稿いたしましたタイに持ち込めないものという動画の中で紹介させていただいてますが国際線から国内線への乗り継ぎの際に保安検査がございます従いまして例えば 日本の空港で免税で購入されたお酒などこの乗り継ぎの際にそのまま国内線に持ち込むことができませんその対処法などもタイに持ち込めないものという動画の中で紹介させていただいてますので気になる方はそちらの動画をご覧くださいまたバンコクにはスワンナプーム空港とドームアン空港の2つの空港がございます 特にバンコクまでの国際線とバンコクからプーケットまでの国内線を別々に予約される方は空港が同じかどうか十分ご注意して予約をしてくださいもし違う空港になって空港間移動がありますと大変な手間と時間がかかることになりますなお日系の日本航空や全日空でもタイ国内線は共同運航便を利用して日本から プーケットやチェンマイなどへ投資でで切符を購入すすることができますバンコクまでしか飛んでないから、バンコクからプーケットは別に予約しないと、と思うことはありませんので、ご希望の方は各社の公式サイトなどで検索してみてください。全日空であれば、国内線はタイ国際航空便、日本航空であればバンコクエアウェイズかタイ国際航空が運航する便になるかと思います。そのような、 投資の航空券を購入した場合ですが、デメリットとしては、別々に買った方が金額的に安くなる場合もあるということです。メリットとしては、何と言いましてもスルーでチェックインができることです。そして飛行機が遅延して予約便に乗り継ぐことができなかった場合は、自動的に航空会社の方で振替便を手配していただくことができます。 別々に航空券を購入した場合は、そのような場合、振り替えをしてもらえるかしてもらえないかは分かりません。最悪の場合は、すべて自腹で取り直すことになります。し、振り替えをしてもらう場合でも、自分で交渉して航空会社に振り替えをしてもらわないといけません。続いて、バンコク以外、他の国で乗り換えてプーケット行く航空券を紹介いたします。この年末、東京からプーケットで、 比較的金額も安く乗り継ぎ時間も良い航空券は香港航空です香港航空は多くの便が飛んでまして航空券もいくつものフライトパターンがありますが今回はその中でも最も便利かと思われるスケジュールについて紹介をいたしますこちら東京成田空港を午後3時30分に出発しプーケットは深夜の2時10分の到着でございます 香港の乗り継ぎ時間も3時間30分ほどと少し長いかなというぐらいの乗り継ぎ時間になっておりますこの便のデメリットは当然プーケット到着が深夜2時10分になるということですプーケット到着後ホテルなどへ向かう場合はタクシーを利用するか車をチャーターするしかありませんプーケット空港から人気のパートーンなどへの路線バスは始発が8時15分となっておりますので もし路線バスを利用して移動したい場合であれば空港で5時間ほど待たなければなりませんただし事前に予約しておけば着いた日の朝からオプショナルツアーなどに参加することも可能です先ほど言いましたように香港航空では色々なフライトパターンの航空券が出てまいりますこのように香港に深夜に到着しほぼ半日香港に滞在するような航空券ですと先ほどの航空券よりも安く出てたりしますし日によっては このように素晴らしい時間帯の航空券があまり高くない金額で出てきたりもします。続いて同じ香港経由ですけども、香港エクスプレス航空です。こちら、航空券の料金は先ほどの香港航空よりも高いのですが、時間帯が抜群ですね。え羽田空港は深夜1時40分発ですので、仕事を終わってから空港に行って、 え次の日の午前中にはもうすでにね、プーケットに着いてるという時間帯ですね。そしてえ空港からホテルに移動してホテルに荷物を預ければもうね、次の日のお昼にはプーケットでタイ料理食べてるというね、そんな時間帯ですね。で、昼食食べ終わってホテルに戻ればまたお部屋の方に入れるというね、もう完璧と言ってよろしいような時間じゃないかと思います。航空券の料金は先ほどの香港航空よりも高いのですが、香港航空は 東京の発着空港が成田空港に対して、こちら、香港エクスプレス航空は、羽田空港発着ということで、日本での空港までの移動の費用、そしてプーケット到着後、空港からホテルまでですね、先ほどの香港航空は深夜の到着になりますので、そのあたりの費用なども含めると、人によっては香港エクスプレス航空の方が割安になるという方もいらっしゃるのではないかと思います。 ただ、こちらの香港エクスプレス航空、ご覧のように航空券によっては、預けて荷物料金が含まれていないということで、先ほど紹介しました料金は荷物預けることができない料金かもしれません。ご予約の際には、よく確認をしてください。他に、香港エクスプレス航空より1時間ほど遅く羽田空港を出発するベトジェットエア、こちらは29 7日までこのような金額で出ておりますその他上海経由の春巡航空もベトジェットエアとほぼ同じ時間帯で飛んでる日がございます最後に他の路線でもそうですが年末30日31日あたりになると必ず最安値として出てくるのが上海経由の中国東方航空です中国東方航空もいろいろな時間帯で飛んでおりますが その中でも最も便利な時間帯の料金を紹介いたします。これよりも不便な時間帯の航空券ですと、もっと安い航空券も出ておりますので、ご確認ください。続きまして、復路年明けのプーケットから東京の航空券を紹介いたします。まず、タイ国際航空の金額はこのようになっております。公式サイト、バーツ建てとなっておりますが、 現在のレートで円換算をいたしますと、大体8万5000円から9万円ぐらいとなっております。続いて、香港経由の香港エクスプレス航空を紹介させていただきます。香港エクスプレス航空往路でも紹介しました通り、いくつかフライトパターンがございます。そして、このようなスケジュールがございます。プーケットを午前中11時10分に出発しまして、 東京羽田空港に22時45分着でございますえ。こちら乗り継ぎ時間が2時間20分とえ大変良いスケジュールとなってるんですがこの時間帯ですと最終日ホテルで早めに朝食を食べてすぐチェックアウトして空港に向かうという時間になりますリゾートに宿泊してて朝早くチェックアウトしないといけないっていうことになるとなんとなく損した気分になるっていうのは私だけでしょうかね リゾートですから、朝はなるべくゆっくりしたいですよね。それと、到着羽田が22時45分ということで、この時間ですと、もう家にね帰れない人っていうのがえ結構多いんじゃないかと思います。ということで、まあ、最善の時間、スケジュールとして、こちらの方を紹介させていただきます。えー、プーケットを夜の23時55分、そして、えー 成田空港あこれは成田空港になるんですね。成田空港なんですけど、到着が14時35分というものです。この便に乗るために、往路でも紹介いたしました路線バスで空港に向かうためには、例えばパートンからであれば、最終バスが19時50分発となっております。そして空港に到着するのがだいたい2時間半前ぐらいということで、 夕食を食べてバスに乗って空港に向かったらちょうどいい時間かなと思います。そしてこの便の航空券の料金がご覧の通りです。成田到着がこれよりも1時間や2時間遅い便が設定されている日もございます。そちらの航空券の方が安くなっておりますので皆様のご都合に合わせてご検討ください。プーケットを午後に出たいという方にはこちらの便がおすすめです。プーケット14時10分発。 ホーチミン経由ののベトトジェットエアでですす東京成田空港到着は翌朝の7時40分ですこの便ですとホテルを10時から11時に出ればよいということになりますので最終日かなり遅めの朝食をとっても大丈夫ですただしこの便の場合ホーチミンでの乗り継ぎ時間が7時間45分と大変長くなっております ーチミンは町から空港が大変近いのでこの乗り継ぎ時間の間に街に出て軽く観光やショッピングベトナム料理を食べるなどすることが良いのではないかと思いますプーケットを夕方以降に出たい場合はバンコク経由やクアラル,ルンプール経由あるいはシンガポール経由などの便を選ぶとプーケットを夕方あるいは夜に出まして日本には 翌朝到着というスケジュールになります。いかがでしたでしょうか以上がこの年末年始東京からプーケット行きの航空券の紹介でございました。皆様の航空券選びの際の参考になれば幸いです。それでは年末年始良いプーケット旅行をお楽しみください。ここまでご覧いただきまして誠にありがとうございました。コップクンマーカップサワディクラップ。